こんにちは、こんにちは、いい言葉ですね。僕福岡に、移住してきました。家族で、で2人子供がいて、下の子はこっちで生まれました。同じようにやはり移住してきた人たちってたくさんいるんですよ。でやはり同じように小さい子供たちが一緒にいるんですね。子供たちを思う、心配する親の気持ち、それはみんななんか同じだなと思います。僕この一通の手紙を読みたいと思います。子供に向けて、未来の人よ、あなたは私たちを許せないだろう。未来を想像しなかったことを怒りを持って責めるだろう。今後10万年も処理のできない危険なものを残したことを恨むだろう。何をするにしてもまず壊して膨大な量のゴミを処分しなくてはならないときに憤るだろう。大地の中を破壊し汚したことに嫌悪を抱くだろう。そうした負の遺産を生み出した先人を憎むだろう。未来の人よ、あなたは私たちを許せないだろう。金以外の人類共通の価値観を持てなかったことに嘆くだろう。国境を越えたルールを作れなかったこと、がっかりするだろう。発展を罪と考えなかった過去を馬鹿げてると声高らかに笑いながら泣くだろう。未来の人よ、私たちはあなたに責められて当然だ。目の前の利益を優先してあなたのことを考えなかった。今が良ければいいと物事を短期的にしか考えなかった。他人のことを我がことのように思えなかった。小さな欲望を煽って社会を複雑化してしまった。そして隣人を信じられなかった。空も海も自分の一部と考えられなかった。未来の人よ、本当にすまない。ごめんなさい。許してはもらえないだろうけど、これからできる限りのことを自分の魂に沿ってやっていこうと思います。今を生きる誰もが経済効率を語る前にあるべき美しさを語り、あなた方の幸せを真剣に考える、そんな道につながれるように努力したい。ここにそのことを記しておきます。現在は今ここにいる人、つまり置き換えれば自分、未来はどっか遠くにいる人、置き換えれば他人、そういうどっか遠くの他人とその未来と今の自分をつなげる、この手紙は僕はそういう自分にとってそういう装置なんです。原発事故が起きて3年もうすぐ経とうとしてますが、皆さんどうですか？なんかもうまるで何もなかったかのようになってないですか？僕はあの時思ったこと、考えたこと、感じたこと、それが自分の手のひらからどん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 毎日消えてなくなるような気がして、それがすごく怖いんです。事故直後よりもずっとずっと怖いんです。どうして忘れてっちゃうんでしょうかね。忘れるって人間にとって大事な機能だと思うんですよ。辛いことがあったら忘れて前に向いて生きていく、
だけど忘れたくないことまで忘れちゃう。それってなんでなんですか？多分自分の目の前にどんな大きな事件も毎日それがあって眺めてたら、どん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 自分の日常の一部に当たり前に溶け込んでいって見えなくなってしまうんです。 見えてるけど見えない、そんな状況が起きちゃってるんだと思います。それをじゃあ新鮮な目で新しい視点を持って見ること、それがすごく大事な気がするんです。そうするにはどうしたらいいのか、僕もその分かんないんですけれども、それをなんかつかめないかなと思ってます。で、僕はちょっと前にやった実験のことを思い出したんです。実験というか僕の作品なんですけど、以前ですね、ちょっとやってみたんですけど、今皆さんにもちょっとチャレンジというか想像してもらいたいんです。ここに釣り竿があってですね、僕がこの釣り竿を持ってこのビルの前に出て外で釣りをやってるところを想像してみてください。そのコンクリートの脇に下水が流れてるところに蓋してありますよね。あそこに釣り糸を垂れて僕が釣りをする。僕じゃなくてもいいんです、誰でもいいんですけど、みんなどう思いますかね。それって変ですよね。こんな都会の中で変ですよ。だけどその変だと思う考えを一旦疑ってみてください。僕ねこれ実は福岡でまだやってないですけど、東京でやってみたんです。こんな感じですね、はい、こうやって釣りをする。この人変じゃなくて釣れるってみんな想像してみてください。このアイスボックスの中にですね、たくさん魚がいる。この渋谷のちょっと匂うその都会の地下の水がそう釣れるって肯定するだけで、急にその足元がですね、小川のせせらぎが聞こえてきて、魚がたくさん泳いでるようなところの上に自分たちがいるっていうような、なんかそんな気持ちになりませんかね。これは想像力を使ってその自分のその環境をちょっと変えてみる、そういうプロジェクトだったんです。なんかその疑って別な視点で見てみる、それってすごい大事なことのような気がします。僕はノディンっていうですね、芸術運動をその最近仲間たちと一緒に始めたんです。でノディンっていうのはその311という地点を通って、その僕たちは価値がひっくり返るような気がした。なんか今まで自分たちが信じてたことって何だったんだろう。自分たちがどっかの誰か、例えば福島の人とか、そういう人を犠牲にして成り立ってるとしたら、自分たちはこれからどうやって生きていったらいいんだろうってすごい思いました。だから新しい視点を持って生きていきたいって願う、そういう心の集まりだって言ってます。でエキシビションをしたんですけれども、このノディンっていうこのロゴを見ていただくとですね、新しい視点を持つという意味で逆さまに見てください。日本になります。そういう意味でつけた名前です。40年前に原発作った人も未来に事故が起きるって想像しなかったんですかね。僕は想像したと思います。想像したんだけど目の前の現実に負けてしまった、飲み込まれてしまったじゃないかなと思います。それって自分の目の前のその圧倒的な日常、そこに飲み込まれていく。毎日毎日精一杯生きてるのみんな一緒じゃないですか。だから僕たちも今その状況になってると思いますよ。3日前でしたっけ、そのまた汚染水漏れた。1リットルあたり2億4000万ベクレル、それが100トン、2兆
4000億ベクレルですか？それってどんななんですか？そんなニュースが流れてももう聞きたくないよってみんななってる。辛すぎてね。でもそれじゃいけないと思うんです。じゃあどうやってそれを自分たちの中に取り込んでいくかって、それはやっぱり新しい視点を持つことだと思います。言うまでもなく最大の敵は無関心だと思います。その無関心はじゃあなぜどうやってできていくのか。僕は無関心じゃなくてそれは見えてないだけなんじゃないかなと思います。その見えてないものを見るにはまず疑って想像して新しい視点を持つ。僕はそれがどっかの誰か偉い科学者に任せるとかテクノロジーに任せるとかそういうことじゃなくて誰でもできる一つのこの圧倒的な日常に抵抗する一つのささやかな手段だと思います。それができれば社会問題にしても他人事じゃなくて自分のことのように考えられるんじゃないかなと思います。まず想像する視点を持つ、疑う、それに僕は大きな希望を持ちたいと思います。ありがとうございました。